兄はおじゃ魔女ドレミちゃんになりたかったな。すごい覚えてる、あの短冊に書いたの。ねえ、みんなは大人になったら何になりたいの？小さい頃の夢ね。あるよ。あるよ、私も。私もあるよ。エンジェルまずしおりは？私はね、ケーキ屋さんとパン屋さん。お、なりたかったね。すごいなりたかったんだけどね。でもパン屋さんになったらね、2時ぐらいに起きなきゃいけないって聞いたからね。それ聞いてるならやめた。現実的だな、おい。早く起きるのはちょっと苦手だから。わかる。うん。ケーキ屋さんとかね。なりたいよね。ね、パティシエさんね。すごい、今でもなりたい私。言ってる、あと美容師も言ってるよね、最近たまにね、うん。夢がいっぱいあります。そうなの。なんだかしら、必ずなりたいなりたいって言ってるよね。うん。いいと思う、夢がたくさんあって。ありがとう。うん、じゃあ、かのくちゃんは？私はね、ケーキ屋さんか、うん。お花屋さん。あー、いいね。お花屋さんね。なりたかった。お花屋さんもいいね。すごいなりたかった。でも、私の幼稚園の、もう、ほぼ、うん、あのね、10割、うん、お花屋さんかケーキ屋さんだった。あー、びっくりした。なんなのかと思った。はゆめ、早い、早いなと思って、私、ほぼ10割ってもう、ほぼ10割じゃん。みんな、その時の夢とか書くじゃん、幼稚園で。うん。それが全部お花屋さんがケーキ屋さん。ああ、でもみんなそうだよね。そうだよね。で、あの、男の子は、なんかヒーローみたいな。うん。で、なんとかマンになりたいみたいな。わかる。でも、兄はお邪魔女ドレミちゃんになりたかったな。すごい覚えてる、あの短冊に書いたの。え、誰になりたかったの、その中の。ね、音符ちゃん。音符ちゃん、紫の子ね。かわいいよ。でも、おんぷちゃんアイドルやってんじゃん。おんぷちゃん、そうだよね。やってんじゃん、アリン。あ、アリン。叶えちゃった。魔法使って、ほら、魔法使って。魔法使って、魔法使って。なんだっけ。ピリカ、ポポイカ。ピリアップル、華やかにだよ、絶対そうだよね。あれ？初めて、こう、アニメにこんなに夢中になって見た作品だったり、音符ちゃんに出会って、初めて、あ、アイドルっていうお仕事があるんだっていうのを知ったりとか、桃田さんがね、アイドルと出会って、音符ちゃんの存在があってっていうのは、はい、すごいですね。子供の頃、絶対魔法で空が飛べると思ってたんで。